ナイア対ギリシャ、これが本日の対戦カードです。国旗の色をあしらったユニフォームをまとった選手たちが入場します。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはウクライナ、シェルチェンコ、コノハロフ、グリン、デグロフ、ミハイネンコ、マキシノ、ミリティン、ルキニー、ゴロブゴ、スクリフニク、ショスコフスキ。続いてギリシャ、アトマキリス、ダビラス、ウルネディス、マルノス、アナトマキス、ゲオルグトス、サボラキス、フルマニディス、ジャンナトムロス、ニコラエディス、マフナス。試合開始の笛です。画面に向かって右にエンドを取ったギリシャ、反対側左にエンドを取ったウクライナ、繋がりません。これはファールでしょう。ヘディングでクリア。マルノス、スルー、短く繋いでいる。このハロー、これはゴールキック。早野さん、今のシュートキーパーの頭上を大きく超えてしまいましたね。あれはちょっと狙いすぎたかもしれませんね。ミハイネンコ、フルマニディス、ニコラエディス、おっとここからゴール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 。スロー VTR でご覧ください。ニコラエディス、フルマニです。シェルチェンコ、マルノス、フルマニです。コノハロフ、レグロ、シェルチェンコ、シュート決まった。ゴール、2番ゴール。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、一旦戻す。ダビラス、グリーン、おっと奪った。コノハロフ、シュート、ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。コノハロフ、ワンタッチ、カット、ここからのシュート、キーパー通した。このハロー、あなた、シュート、大きく前方にクリア。これはオフサイド。レグロ、ナイス。ダビラス、マルノス、フルマニディス、出た、中へ放り込む。このハロフ、シェルチェンコ、これはプッシュ。ジャンナトムロス、フルマニです。果敢にスライディング、ゴロブゴ、ゲオルグトス、このハロフ、おっと奪った。フルマニディス、マグナス、ギリシャ、さあこのまま攻め上がれるか。このハロフ、倒されません。必要なクロス、上げてきた。これはコーナーキック、直接狙ってくるのか。空中戦、ビハイネンコ、これはゴールキック。今のシュートキーパーの頭上を大きく超えてしまいましたね。あれはちょっと狙いすぎたかもしれませんね。前半30分経過、厳しいチェック。さあ次、ファーサイド、
交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。あ、危なかった。これはコーナーキック。おっと、選手の交代が行われる模様です。ヘディングでクリア。グリム、おっと奪った、シュート。これはコーナーキック。直接狙ってくるのか。2敗目のか。このハロバビラス、ゲオルグトス、細かくつないでマグナス、カット。このハロ、おっとここからシュート。これはゴールキック。届かない。ウルネビス、セルチェンコ。さあここからどう攻める。ミドルシュート。このハロシュート。パトマキリス、セルチェンコ。前半戦終了です。リザーブの選手が体を動かしています。さあ萱野さん、前半戦を振り返ってどうでしょうか。さあ後半戦が始まります。ボールを持たせています。シュート。グリーン、ハーフスター、ゴールキックになりました。マイナス方向へのパス、ゲオルグトス、サボラキス、プラテスコス、ソスコフスキ、大きくクリアしました。このハロフ、シェルチェンコ、スローイン、フラテスコス、ミリティ、奪った。これから反撃だ。合わせた。シェルチェンコ、ロビング、シュート。これはゴールキック。いや惜しい。しかし感じていますね、お互い。そうですね、この2人の一体感は素晴らしいですね。ニコラエビス、ここでスライディング、さあどう攻めるのか。ミハイレンコ、素早いパス回し、レグロ、グリム、ヘディングでクリア。グリン、セルチェンコ。これは惜しい。交代した選手がサポーターの声援を受けています。ニ
ボール回しに嫌われたと。マグナスシュート、これは決めて欲しかった。ゴールキックになりました。レグロ、グリーン、セルチェンコ、シュート、よくしのいだ。ウクライナ、さあこのまま攻めだ。スーパーゴー。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。あと10分です。短く繋いでいる。さあここからどう攻める。グリ、ゴール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 。さあもう一度見てみましょう。グリ、マグナスシュート、これはコーナーキック、あわやゴールかというシーンでしたが、ヘイさん、そうですね、決定的なチャンスを逃してしまいましたね。まもなく試合終了のホイッスル。パスを回す。パサチス。出た。スクリフニック。おっと倒された。セルチェンコ、まで持っていけません。試合終了です。ウクライナついにトーナメントを制しました。先方の眼差しを一心に集めています。そろそろお別れの時間がやってまいりました。